多分家と家の色と周りの花とかの色を揃えとるし、なんか雰囲気がすごい。私ここの雰囲気めっちゃ好きなんやけど、わかる？ね、わかる？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。眠ります。ほい、まんまる島に到着。まんまる島かな、まんまる島かな。さあ、ペンを開けてくださいな。あなたは今、まんまるという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都のまんまる島、どうやったをご堪能くださいまし。まずこの、いつもね、島だか島だかがちょっとよくわからなくなるという。そして見て、もうね、マップで見て、ほら、めっちゃ綺麗なんよね。すごい整備されてるわ。はい、ということでちょっと回っていこうかと思います。さあ、それじゃあ、ゴーゴー。あ、ペーター。どうも。君はどこから来たの？この島は見どころがいっぱいあるから、じっくり探検してみてね。おろおろ。あ、てか、島の旗はどうなったんやろ。あ、かわいい。なんか、葉っぱ？何の葉っぱなんやろ。何か、意味があるのかしら。ん？なんかすごく綺麗。すごく綺麗。なんか花畑が広がっている。素晴らしいよ。あ、ここは、レストランってことなんかな？ね。お飛び越えた。すごい、金のバラが。なんかさ、飛び盛りの時に比べて、この金のバラの、金らしさが、あ、ここにもあったやね。見えてなかった。金バラの金らしさがすごい際立っとるよね。もうなんかめっちゃ金って感じ。飛び盛りってなんかちょっと黄色っぽい感じもあったやん。やけどなんかもうそういうのが全然ない感じ。あ、果樹園。あ、すごい。見てこれ。めっちゃなんか、え、すごい綺麗なんやけど。やばくないっすか？え、すごいわかりやすい。ね、果物ごとにめっちゃ分けられて、ここがオレンジ、あ、ちゃんと柵もあるんやね、それぞれで。ほうほう。ここがオレンジの木。そしてこっちがアップル。そしてチェリー。ペア。ピーチ。5種類。ほうほうほう。あ、見てこれ、通路があるや、通路が。すごいね。あ、ちゃんとこれ、間。通れるようになっとんよね。へぇー。すご。そして、ま、この辺りを抜けて、うわぁ！マンボウが。マンボウが。これって思うんやけどさ、めっちゃしんどくない？マンボウ。絶対しんどいよね。カニってこういう感じなんや。へぇー。もうなんか、絶対這い出してくるやろ。ね、確実にこれ出てくるよね。何の音かと思った。ここで水が出ているのね。ほうほうほう。この人マンボウ釣れたんか、すげえな。これは？え、サメもしかして。サメよね、多分。ジンベエザメかな、ちょっと。先が潰れとる感じの頭の先がちょっと潰れとる感じのね、良き。さっきのところはね、一応まんまる岬っていうお名前がついているらしいです。は、こんなところにプール。海の近くにプールよ。プール素晴らしくね。素晴らしくね。ね、良きかな。まんまるビーチ、やっぱ浮き輪もいっぱい置いといた方がいいかな。私も一個だけさ、自分とこの浜辺に置いとんやけど。みんななんかめっちゃ、あ、すごいな。浜辺にいっぱいなんか休める場所が。いいね、こういうの。え、これ絶対もう、すぐそこやん、海。ねえ、そのまんま海に帰っていきそうな感じがすごいするんだけども。そしてここで、
めっちゃ、めっちゃくつろぐ。だってここに寝転んで、片方からはさ、めっちゃなんかそよそよといい風がやってくるわけやろ。そしてもう片方は果物が置いてあって、そっちに手伸ばしてね。果物を食べつつ、正面にはアイスが置かれてあると。めっちゃ極楽やん。あ、こっちにもアイス置いてあるわ。お、こっちはフルーツジュース。もしかして手作りアイスとか、アイスめっちゃ種類あるね、すご。こんなにあるのか。え、このラグビーボールは捨てられてるんすか？なんか横ゴミ袋あるけど。捨てられたラグビーボール。ん、そしてこんなところに、ちんまりと、キャンプ場が。なるほど。そして、お、いいね、なんか、こういう、こういうちょっと橋の見える景色で、川も見つつ、果物を食べて、ゆっくりと、良きだね。ジュースも飲んで、向こう側には、向こう側はまたアイスが、熱いんだね。あ！見てここ、すごい。いいっすね、いいっすね。あ！え？すげえ。そしてここも、ど真ん中にドーンと、ウェディングケーキが。ふえー、良きっすね。こういう感じなんや。ここは姉ちゃん秘密のパーティー会場らしい。確かなんか、周りを崖で囲まれて、ひっそりとした感じはある。あ、でもまあめっちゃなんか入り口華やかやけどね。すごい華やかではあるけど。ここにもアーチあるし。お、こっち側もやん。こっちは、一応さっきのところとは別か。浜辺のレストラン。いいな、かわいい。ね、雪だね。そっか、なんか、ウェディング系の家具、あ、これ、椅子やったんか。ウェディング系の家具はめっちゃなんか、レストランっていう風にできるんか。なるほど、なるほど。なんか普通に使うにはなーって思いよったけど、そういう使い方。そっか、それのためにいっぱい個数を集めてる人とかもおるんかな。ね、いい感じ。私多分全部ね、一つずつしかゲットしてないよね、家具。あ、すごい、上にツリーが。そして外に飾る感じなんよね。このトロフィーとか。お、小さい滝が3つ。お、一番上なんか美術品まで飾られてあるよ。そしてここでゆったりとゆったりとくつろぐんすね。良きかな、良きかな。ここ一応ジュースとケーキのお店かな、ここが。何あれ？あの、なんか、ガソリンのやつかな？給油。え？めっちゃなんか、ど真ん中にドンと、作業台が置かれてある。なるほど。ここが作業場と。ここが、作業場ということなんですね。あ、で、こっちの上の方が、ま、みんなの、住宅街ということや。こっちが住宅地。動物たちの家がこっちにあって、多分右下の方に、あ、それぞれにきっちり庭があるんやけど、すごいね。なんかちゃんと多分家と、家の色と周りの花とかの色を揃えとるし、なんか雰囲気がすごい。私ここの雰囲気めっちゃ好きなんやけど、わかる？ね、わかる？ここはチャス。え、かわいい。この家めっちゃかわいい。いいね。ここの雰囲気すごい好き。うわ、なんか一人一人にこんだけ広々とした庭があるって、え、めっちゃいいな。え、すごいいいな。ね。ほら、こんな感じで。お、ここちょっとかっこよさげな感じじゃない？ここは、あ、じゅんくん。なるほど。ちょ、クールな感じやね。良きかな。して、あ、こういう感じで。やっぱ、崖の上の家、いいな。この扉めっちゃ可愛いんやけど、なんか。ね、良き。あ、ここなんか、マーメイド系？こっちはすごいキュートな感じが。ね、可愛い全体的に。クリスチーヌ！なるほど。
すごいアイドルらしい感じ。で、ここはちょっとなんか、知性を感じる。違う。ここは、見れなかった。見れなかった。ちょ、待って。これで見たらわかるか。今私がいるところ。あ、グミちゃんの家。なるほど。あ、そんな感じ。確かにそんな感じ。あ、ここめっちゃキュートな感じなんやけど。よき。え、かわいい。はい、定見買ったけど。超かわいい。こっちはミントグリーンやね。なんかそれぞれ、なんかすごい個性が出とって、めっちゃいいね。え、こんだけ、庭が作り込めるってめっちゃいい。あ、ここはプライベートビーチね。なるほど。つねきちさんいらっしゃーいって感じ。よっき。はい、それじゃあ、こっちがあれか。レストランやったんよね。ってことは、ちょいとこっちへ。お、え、めっちゃカラフル。え、超かわいい。ねえ、めっちゃかわいいよ。よきよき。ここが、たぬき下公園。たぬき下公園かわいい。名前かわいい。おー、いいね、なんか。ファンシー。あ、こっち側にも公園続いとった。え、めっちゃかわいいんですけど。すごい。広。なんか思った以上に広かった。へぇー。こっちはちょっとした通りになっとるってことやね。なんか何気にこういう道とかもきっちりきっちりあるんよね。すごい。こういう感じで。たぬき下公園が。お、そしてこっち側は？こっち側は、なんか虫がいっぱいおる。虫が大量にいる。お。そしてこっちは、え、めっちゃ、漁師飯ですかね。いいな、いいな、いいな。超いいな。ね。うわー、めっちゃ釣っとるやん。漁師さんよね、やっぱり。お、そして一番奥には、財宝がザックザックと。素晴らしい。そしてその横にもちょっと気になる。ちょっと待って、こっちの方からか。この辺から、こう始まって、で、ここはね、一応採石場。なるほど、石が全部ここに集まってあるんよね。ほうほう、あ、鉄鉱石も置いてある、ここに。なるほど。ここで、まあ、作業をして、いろいろと石を出すと。あ、多分実際にもね、石がいるとかってなったら、ここにやってきて、まあ、石を、バシバシやって出すんやろうけん。もう本当に採石場ってことやんね。すご。へぇー。素晴らしき。そして、ここには、ま、虫たちがいて。ほ？あ、海賊。おー、なんかいっぱい並べてある、ここに。すごい。あ、これ全部海賊系ってこと？もしかして。海賊系と、あとなんかちょっとお姫様っぽい。お？え？なんだかいっぱい。本が並べてあった。ちょ、待って、内側に行きたい。内側に。あ、ちょっと待って、こっちもあるよね。あ、こっちがお店？なるほど。ここにエイブルシスターズがあって、お、エイブルシスターズ、ペット飼いよりやん。いいね、なんか店の看板犬みたいな感じ。そしてこっち側が、たぬき商店。え、網って外に置いたらこんな感じになるんや。かわいい。なんか釣り竿とかスコップは、よく見かけるけど、網ってね、あんま外に直接置いとるの見たことないよね。他の人の島でも。で、こっち、また、公園に戻ってくると。そして、ここから下に行くと、これ多分二つとも、あ、すごい、なんか、真ん前に立っとる。万人かのごとく立っとる。二人とも庭が広い。すごいな。一人一人の家、なんか、動物もそうやし、人間も、庭をめちゃくちゃ作り込んどるよね。すごい、なんかリアルな感じ。どうも。まどかさん。まるっと。まるっと。あ、こういうのあるん。かわいい。タイルや、タイル。タイルでできてる周り。
まるっとって聞いたらあのトリックを思い出すんやけど、全部まるっとお見通しだ。あ、これなんかハートになっとる下。あ、四つ葉かわいい。いいね。はい、ってことでお邪魔します。おー、え、なんかど真ん中にテーブルがあって、なんかちょっと新しい感じじゃない？ベッドがあの位置に。全体的に見たらなんかあれやね、ミントグリーン、爽やかな感じ。すごい爽やかな感じ。あ、かわいい。え、この絵は何？めっちゃかわいい。あ、もしかしてあれかな、この絵もなんか美術品とは別やけど、なんかちょっといろんな種類があるっていうことなんかな。普通に売りよんかな。絵売りよるの見たことないんやけど、まだ私の島では出ていないというだけかしら。はい、それじゃあ左側の部屋へ。お、全体的になんか一つ一つの部屋が全部その部屋その部屋で統一感がめっちゃある。あの魚の飾りめっちゃ気になっとんよね。ね、結構なんか飾っとる人多いなと。あとあっちも気になったんやけど、あれってもしかしてあれか、あのドアに飾っとるやつ、私多分これ今飾っとることない？いえ、ドアプレート、やっぱああいう風に飾れるんやね。なるほど、私も今度家の壁になんか飾ってみよう。はい、そして、なんかさ、至るところにベル袋が置いてあるのめっちゃ気になることない？そこにもあるし、さっきの部屋にもなんか2袋ぐらいあったよね。お、奥はお風呂、広。え、てかなんか、え、一軒家ですよね。なんか真ん中にもジャグジーあるし、こっち普通に猫足バスタブあって、シャワー2つあるし、あ、こっちは、シャワー2つ。え、やばくない？めっちゃなんか友達とかとワイワイ入れそうな。やばいね。着替えここでできるし、お風呂で女子会とかできそう。はい、それじゃあ右側の部屋へ。あ、右側はマーメイド家具。お、なんか直接的に直接的になんかテーブルの上に置かれてあるんだけど、これは壁紙と床ってことよね。マーメイド家具、私全然集まってないんやけど、かわいいなぁ。ね、全体的にめっちゃかわいいよね。いいな、私も早く集めたい。はい、そして2階へ。お、え？ 2 階は何なんだ？え、なんかこれめっちゃ可愛いんやけど、このラグね、すごい可愛い。ここはなんか作業部屋みたいな感じなんかな。なんか同じものがめっちゃいっぱいある。かぶりをここに並べとるってこと？だってこれも多分かぶりのレシピやもんね。私この一番手前のこの落ち着いた色のペン立てめっちゃ好きなんやけど、可愛くない？私もらったのピンクのやつやったけど、あのブラウンのやついいな。あー、すごい、なにこれ。え、かっこいい。この床超かっこいい。え、なにこれ、なんかすごい神聖なホールって感じ。え、かっこいい、すご。へえ、高級そうな楽器がいっぱい並んでるな、やばね。家具もそうやし。へえ、あ、ここに夢見のベッドが。夢見のベッドね、最初なんか設置したけど結局合わんなと思ってすぐにのけてしまった。はい、お邪魔しました。なんかこの人がおる場所っていうのはなんか指定できるもんな。でもみんな勝手にすごい歩き回ったりとかしおるよね。で、ここがまあまどかちゃんの家で、まどかちゃんの家の前。え？え？ゴキブリとムカデが。
なんかめっちゃアイテムがあるんやけど。ここも、かぶり系アイテムとかそういうことかな？はい、そして。ほら、こっちもさ、なんか真ん前にめっちゃ人がおるんよね。はい、そしてここが、まるまる。まるさんのお家。ここはね、一応レストランまるということで。おー、落ち着いた雰囲気めっちゃ。こういうソファー系のレストランとか行ったことないわ。あ、めっちゃ落ち着いてるね。すご。綺麗。なるほど。こういう感じで。はい、それじゃあ、左の部屋へ。あ、こっちまだできてなかった。はい、それじゃあ、奥の部屋へ。ちゃんと通れるようにいろいろとずらしたりとかしとんやね。あ、ここが厨房？厨房もなんかまた違った感じの落ち着いた雰囲気。え、見てこの反射。この艶が半端ないね。ほら、キラキラ輝きよる。え、超かっこいいやん。このテーブルいいな。あ、フライパンって結構直置きできるんやね。あ、こっちも直置きやった。まあ、多分これからまだまだ家具を揃えていきよるっていう感じなんかな。はい、そして。あ、右側もしかして、入れん感じか。なるほどね。はい、それじゃあ2階へ。あ、この床、結構持っとるんかな。2階はあれか、夜景が見えるレストランみたいな感じになるってこと？すごいね。これからが楽しみだわ。外でもこうやってね、天気がいい時には楽しめたりとか。よきっすな。そしてここがね、ブックストア。本屋さん。よき。ここでいろいろと。あ、そっか、こっちに繋がっとんか。さっき外から見てすごいって思えたとこよね。で、こっち側が、ブックテラス。よき。じゃ、こっちで買って、こっちで読むみたいな感じなんかな？ふんふんふん。めっちゃいいやん。なんかここまでは、ギリギリ波が来ない感じ。このギリギリ感いいね。てかめっちゃオシャレ。ね、海の近くにこういうの、なんか波の音を聞きながら、本を楽しむみたいなのめっちゃ良くない？いいなぁ。こんな景色のいいところで、本。あの、潮の香りとかしてきてめっちゃ良さそう。ん？クリスチーヌかい？ここは一応ケーキとジュースのお店ね。こういうちょっとしたところにも小さいお店があるっていうのめっちゃいいよね。うわー、なんかこの入り組んだ感じの、こういうのすごいよね。ちょっとなんかくぼんだ感じにして、いろいろ設置したりとか。あれか、はしごとか使ってやりよんかな。そしてこの頂に博物館があると。表にもなんか展示されてある。あ、車庫街？かな。すご。あれ結構さ、逃げ足早くない？めっちゃババババババって泳いでいくよね。あんなところにベルが。ベルが落ちてる。誰か落としちゃったのかしら。あ、で、ここに、あ、そっか。あ、ここか。見えとったとこやんね。なぜこっちには来てなかったんだ、私。不思議。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私の島って夢見できた時、私は一体どこにおるんやろ。なんかね、今回のマーマル島みたいにきっちり家の前におったりするんかな。結構みんな歩き回りおるのに気がするんやけど、気のせい？